お願いします。いやすごい人気ですけども、逆でしたね、ごめんなさい。でちょっとね、ファンの皆様にご挨拶の方よろしくお願いします。はい、福岡支部の登録4530小野聖奈です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、それではご着席ください。さあ、来ましたよ、皆さんね。平和島になかなか来られることないと思うんですけども。はい、平和島はどうですか、久しぶりですか、来たのは。平和島は選手になって1回しか走ったことがないんで。あ、まだ、はい、1年ちょいぶりぐらいに来ました。あ、なるほどね。はい、じゃあ本当にもう、じゃあこの情とかもあんま慣れてない感じで。そうですね。はい、あ、なるほどね。さあ、近況はね、小野選手どうですか。近況は輸出が結構できてるんで、はい、はい、いいと思います。これ皆さんすごいんですよ。7月桐生ビーナスシリーズ優勝戦出場、7月玉川ビーナスシリーズ優勝戦出場、8月 G1 レディースチャンピオン優勝戦出場2着、9月福岡オール女子優勝、そして昨日の桐生の優勝戦も2号艇で乗られてましたんでね、はい、皆さんもこれすごいですよ今。昨日のは何なのって言われてますけども、昨日はちょっと大変なレースでしたね。ちょっと出る幕がなかった、すいませんでした。いやでも大変なので、よくフライング切らずに。そうですね、はい、横が行ったからですね、危なかったですけどもね、はい、さあ、過去クイーンズクライマックスはですね、2015年、福岡で、賞金ランキング11位で初出場、その時は同じ福岡の川野芽衣選手が優勝したんですが、去年の大会振り返っていかがですか。去年は最初から最後までちょっとエンジンを仕上げれてなくて、はい、乗り心地が地元なのに悪くて、はい、ちょっと苦労しました。なるほど、モーターがあんまり良くなかったってことですね。はい、そうです、はい、で川野選手とか優勝したの実際どういう気持ちになるんですか。まあ、いつも部屋とかでも一緒に、宿舎の部屋とかでもよくしてもらってる先輩なんで、はい、まあ、なんか自分でもできるかもっていうちょっと親近感が、はい、なるほど、湧きました。最近 その近況のこの好調ぶり、これ何か今までと違うもん掴んだみたいなことはあるんですか。はい、前はちょっとエンジンの調整が、はい、自分でもバタバタしてて、はい、冷静にできてなかったところがあったと思うんですけど、はい、最近は冷静に調整が進んでると思います。なるほど、はい、その最近ね、まあ、強くなってそのなんかやっぱ考え方とかも変わってる、メンタル的なことも変わったりするんですかね。メンタルは変わってないと思います。あ、メンタルは変わってないですか、はい、普段どういう気持ちで走ってるんですか。こいつらほんまな絶対勝ったんぞみたいな、ええ加減せよお前らのけと、そういうつもりで走るタイプなのか、結構冷静に沈着に周り見てるタイプなのか、どっちですか。気持ち強い方ですか。冷静っていうよりは多分、はい、気持ちで押し切る方でタイプだと思います。あ、なるほど、はい、もうスタート入ったらもう男でも女でも関係ないと。そうですね、それは、はい、のけと関係ないです、はい、なんかこうレース中とかにこうヘルメットの中で喋ったりするんですか。あ、喋ったりしますね、はい、例えばどういうことを言うとかあるんですか。ちょっと失敗した時とかに、はい、もう何しよん自分みたいなことは。あ、自分で言うんですか。はい、言いますね。例えばこう内側から張ってきたりしたら、のけこらとか、そういうのは言うんですか。それは言わないですね。そういうタイプではないってことですね、はい、だ平和島水面、まあ、ちょっと1回しか走ったことないってことですけども。そうです、はい、なんかまあその時のイメージっていうか相性みたいなのはどうですかね。平和島は水面はすごくちょっと狭いんですけど、はい、乗りやすいなって思ったのと、はい、ピットの横に滝、はい、滝っていうか、あ、ありますね、あるんで、んよくわからん滝ね、あれね。はい、まあ、雰囲気はいいなと思いました。なるほどね、水の力感じるなっていう感じですね、はい、なんかまあ今年はまあ今現在4位ですから、まあ、このままいけば、はい、もうクイーンズクライマックス出場がもうほぼ、確定してますが、はい、だからそれに向けてこう気持ち準備してることとかってありますか。特にそれに向けてっていうのはないんですけど、はい、やっぱ、一昨年より去年より今年っていう感じで、はい、メンタル的にも技量的にも成長できてたらいいなと思います。あ、なるほど、ね、平和島でクイーンズクライマックスってことですけども、はい、
どうですか、できれば他のとこが良かったなとかありますか。いや平和島本当は1回しか走ったことないんで、はい、ちょっとあでも交通の便もいいですし、はい、平和島で良かったと思います。あ昨日は桐生からど東京泊まりで東京に、はい、泊まって、はいはい、来ました。あなるほど。昨日終わってから誰かとご飯行ったりとか飲みに行ったりとかあったんですか。ありました。あ、はい、どちらとどちらの方と、あ大阪の落合直子さんと、はい、あ落合さん、福岡の渡辺由美ちゃんと、はい、森田太陽ちゃんで、はいはいはい、6時まで飲んでました。朝の6時まで朝の6時まですごいですね体力。何喋るんですかそういう女子選手で、まあ、試合終わった後っていうのは。あでもレースの話を最初バーってして、はい、あの時のあれ良かったねとか。そうですね、はいはい、あとは、はい、まあ、やっぱ男性、そういう話もまあちょこちょこして、誰々選手かっこいいよねとか言うんですか。あそれは言ってないですね。あなるほどね。だって、市村選手とかと同期ですよね。そうです、はいはい、あまあ、市村さんも結婚されて。そうですね、はい、2人目ももうねお子さん妊娠されてね、はいはい、どうですかそれ結婚願望とかあるんですか小野さんは。結婚願望あります。あそうなんですか、はい、まあ、結婚選手がいいとか選手じゃない人がいいとかとは。選手じゃない方がいいです。あそうなんですか、はい、いいんですか選手じゃなくて。そうですね、まあ、自分もちゃんと自分の考えとか、はい、やりたいこととかがあるんで、はいはいはい、あんまりボートのこと知らない人がいいですね。あなるほど、干渉されたくないと、はい、あでもやっぱね仕事から家にいないことも多いんで心配じゃないですか普通の男性やと。あそうですね、はいはい、絶対浮気しますよみんな。ね皆さんね、まあ俺も本当何度女子選手と結婚したいかと思ったことありませんよ本当にね。ね、いや、でもね、いいですよね。でも男子レーサーとやっぱ女子選手がこう結婚することって多いじゃないですか。そうですね、はい、やっぱああいうの見てると何やってんだよと思うんですか。いやそれは思わないですよ。あいいな幸せだなって思う。おめでとうございますって思います。あなるほどね。でもやっぱこう、ね、男子選手も結構混合戦も出られたり G1 とかも出られてるんで。そうですね。 ああいう混合戦っていうのはどうなんですかピットの様子とかは。あでもやっぱ女子戦とは違う雰囲気があって、はい、なんか男の人の方が結構落ち着いてると思います。あなるほど、はい、結構その例えばじゃあ、まあ、例えば SG なんか出た時は、まあ、女子選手なんか、まあ、3、4人何人かしかいないじゃないですか。はい、それでもまあ男子選手とか結構みんな仲良くしてくれるもんなんですか。あそうですね、男子選手の方はみんな優しくしてくれます。あそうなんですね、はい、いじめられたりはしないですか。しないですね。あそうなんですか。福岡支部でいうと誰の先輩と仲いいみたいなのあるんですか。先輩ですか。あ師匠とかはいらっしゃるんですかちなみに。あ師匠はいるんですけどちょっと今怪我で休んでるんで。あ、はい、名前は言えないってことですね。あ別にいいですけど。怪我でいいですけど。吉田博文さん。あ吉田さん、はい、あ吉田さんがね師匠ということでね、はい、あなるほどね。やっぱじゃあ女子選手で仲いいのは誰になるんですかね。福岡だったら武井さんと武井奈美さん、渡辺由美ちゃんとか。はい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 、でもみんな仲いいですけど、はい、よく遊ぶのはその2人ですかね、はい、どんなことして遊ぶんですか。夏は海行ったりとか、はい、バーベキューしたりとか。あ海とか行くんですか。海行きますね、はい、はしゃぐんですか。はい。はしゃぐんですかって質問も変ですけどね。はい、ということでちょっと皆さんねここで一回お時間になりましたんで、この後また9レース発売中ですかね、7、8、9レース発売中にもう少しプライベートなこといろいろ聞けたらなと思いますんで、その時はまたもう一度皆さんお集まりください。はい、ということで、はい、ここは一回これで終了いたします。ということで小野聖奈選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、もうご着席ください。もう大丈夫です。どうぞ、はい、お座りください。お願いします、はい。さあ先ほどはちょっとね、はい、レースのこととかについて結構聞いたんですけど、はいはいはい、ここはちょっとプライベートなことを、はい、まあ、結構さっきもプライベートなこと聞いちゃったんですけど。いや見てましたよちょっとだけ。おじさんがキャバクラ来たみたいになってたじゃないですか。変な質問しないでくださいよ。ごめんなさいね。ごめんなさいねじゃないですよ。まあまあここはねプライベートの、ね、こといろいろ聞いていきたいと思いますけど、はい、ね、キャバクラに行っちゃダメですよ本当に。選手の人なんですから、はい、小野選手、はい、実は妹さんがモレーサーになったということで、ね、先ほど聞きました、はいはい、今平和島走ってるね、はいはい、小野マホです。マホさん、すいません。はい、マホちゃんとは、はい、兄弟どれぐらい年離れてるんですか。年は4歳離れてます。あ、4歳離れて、はい、でお姉ちゃんを見て、
私もなると言って。そうですね、多分。キー的にはどれぐらいの後輩になるんですか。5年ぐらい離れてるんで10期ぐらいは違うと思います。あ、なるほど、そんな違うんですか。はい、はい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 。妹さん体重54キロで走ってましたけど、その辺はどう思いますか。はい、ありえないですね。僕と同じぐらいの体重ですけど。ありえないですか。ありえないですか。大野選手は体重とかは結構大丈夫な。私も前は重かったんですけど、あの減量して今は大丈夫になりました。どういう減量されてるんですか。減量はもう食べないことです。あ、食べない。はい、じゃあ宿舎に行ってもあんまり食べないんですか。今はいっぱい食べます。はい、あ、そうなんですか。もう今一回落とし、今何キロぐらいで走ってるんですか。今45から6の間なんで。ああ、でもちょうどいいとこで。そうですね。じゃあ妹さんは太ってますね。そうですね。ちょっと相談されたりしないんですか。お姉ちゃんちょっと私痩せれないんだけどとか。あ、します。その時に教えてあげてるのにこれなんですか。そうですね、はい、でもまあ教えも食べとけばって言うんですけど。食べるから太んだよって言う。厳しいお姉ちゃんだな。なるほどね。はい、そもそも小野選手、じゃあ、まあ、なぜ選手ね、なろうと思ったかっていうと、はい、確かにちょっとね、はい、平和島のお客さんまだね、小野選手あんまり話したことないんで、そういうのも知らないと思うんで、ね、話したことないって、みんな話したことないでしょ。友達じゃないんですから。ね、東京支部の選手とかでよく皆さんね、トークショーだなんであるから、もう何から生い立ちまで何まで知ってるじゃないですか。まあまあまあ、そうですけど、はい、何までじゃないですか。まあでもね、小野さんがせっかく来てくれたんで、はいはい、そのきっかけみたいなのは、はい、きっかけは、はい、子供の頃から父に勧められてて。あ、そうなんですね。はい、でもちょっと怖いイメージとかがあったんで、はい、断ってたんですけど、はい、実際にアシアボートの方に、見に連れて行ってもらった時に、はい、かっこいいなと思って。なるほど、はい、スポーツ的感覚でスポーツ選手になりたいっていう感覚で、はい、選手になりたいと思いました。なるほど。試験は何回ぐらいで。一発ですか。と2回で。2回で、はい、あ、優秀ですねやはり。はい、まあ、なんかあれですか、料理なんかされますかっていう質問書いてますけど。いや、なんでそんな読むんですか。料理得意なんですか。料理しないです。料理しないです。料理しない。いや、でもね、ボートレーサーの女子選手、僕も何人かはこういう風にお話しさせてもらいましたけど、うん、誰も料理しなくないですか。うん、だからもうね、結婚されてる人は結構すると思う。あ、できるし、だって料理ができる人が逆に結婚してってるっていう可能性ありますね。そうなんですかね。じゃあ、もう少し時間かかるかもしれない。そういうわけじゃないですけど。趣味みたいなのあるんですか。その普段休みの日とかにやられるような。休みの日は、いや、練習ですね。お、偉いですね。偉いですね。いや、素晴らしいですわ。選手の鏡ですよ。はい、それトレーニングとか筋トレとかそういうのもやられたりするんですか。いや、しないです。あ、筋トレは一切せず。はい、うん、練習でとも、じゃあレース場行って。そうですね、練習がトレーニングっていう感じで。なるほど。練習してます。練習って僕らやっぱりあんまり見れないじゃないですか、普段の。そうですね、はい、どういうの、ただ旋回してるだけじゃないわけですよね。そうですね、レースを想定して模擬レースをしたりとか、はい、2艇とか3艇でこう差しとかまくりの練習をしたりとか。なるほど、なるほど。してます、はい、で趣味っていう趣味はないってことですか。ないですね。いや、そりゃ寂しいじゃないですか、なんかね。無理やり趣味させなくてもいいじゃないですか。いや、でもね、こうやってその練習が趣味とか、うん、そういう人がやっぱり一番強くなる感じしますよ、結局。で、我々みたいにお笑いの仕事をそっちのけるボートばっかりやってるとこういうことになるんですね。そうなんですよ。はい、そうです。だから、ね、お笑い業界でもやっぱりね、上に行く人はね、趣味ないんですよ、はい、みんな趣味とかなくて、はい、本当にひたすらお笑い番組だけ見てるんですよ、はい、そうなんですよ。そういう人が行くんで、はい、やっぱ小野さんも僕らもう趣味しかないんで。趣味しかないんで。忙しいんですよ、趣味にね、はいはい、僕も仕事終わって今幕張からロケバスそこにつけてもらいましたからね。平和場までね、わざわざ来て。はい、どう、なんか好きな芸能人とかいますか。なんかそういう好きな芸能人ですか。俳優さんでも何でもいいですけど。すいません、いないです。いないの。じゃあもうボートばっか、ボートのことばっかずっと考えてるんですね。もうボートが男性に見えるみたいなことですか。いや、ボートが。そうですね。そうなってくると乗るとなんか変な感じになっちゃうんで、やめてくださいよ。またすぐ下ネタ言うから。好きな、あんまりそういうのも、音楽とかも。あ、音楽は聴きますね。好きな歌手みたいな、もしあれば。好きな歌手、最近は、はい、
あのワンオクロックっていう、あワンオクね、はい、はい、ハマってます。やっぱハマってんですか、はい、若い方はワンオクロック好きですね。そうですね、はい、すごいパワーソングって感じで元気になりますね。パワーソング、はい、かっこいいですもんね、普通にね、はい、あの人は 森さんのね息子さんで。そうですね、はい、元ジャニーズの、そうニュース、はい、元々ニュースでね、はい、ね、うん、じゃあ例えばその宿舎とかで聞いたりするんですか、はい、ワンオク。聞きますね、うん、朝とかは絶対聞きます、はい、ワンオクです、はい、ワンオクで結構こうアゲアゲの曲が多いじゃないですか、はい、疾走感あるような。相部屋の人とかがワンオク全然好きじゃなくても行きますか、あのイヤホンで聞くと。イヤホンで、あイヤホン、はい、なるほどね。ちなみにポケモン GO とかやられてないですか。やってないです。あやってない、はい、だってポケモン GO やる暇ないじゃないですか、携帯も没収されちゃうんですし。いやいや、こう休みの日にね。あでも結構やってる選手多いですよ。多いですよね、はい、まあ、地方いろいろ行けるから。そうですね、集められるってことですね、はい、確かに、うん、なるほどね。ポケモン GO のことばっかやってるからって。いや小野さんやってないですよ。小野さんやってないからうまいですね。小野さんもう趣味が練習なんですからもう。これはもう、ね、素晴らしいですね。女王ですよ、はい、なんか普段そのまあね言っても結構賞金も稼がれてるわけで。確かに洋服とかそういうなんか、うん、なんかそういうの買ったりとかするんですか、お買い物みたいなのは。それそうですね、買い物は結構好きですね。あ、はい、じゃあもう1回行ったらここからここまでみたいな全部言うんですか。マイケル・ジャクソンみたいなやついないでしょ、ね、ディズディズみたいな、ちゃんと選んで買います、ね。でも皆さん服好きですよね、女子レーサーの方ね。結構そうですね、みんなおしゃれですね、はい、なんか結構なんか靴とかもねおしゃれな感じ。そうなんですよ、はい、うん、これいくらぐらいですか。10万ぐらいするんですか。いやいや、松井茂じゃないんですから。松井さんの靴でしょそれ。松井茂じゃないんだからってツッコミないよ。俺が見たドキュメントで松井さんがすげえ高い靴買ってたんですよ。あ見ました、そう、はい、靴は高いやつって言って、はい、いや靴高いの買うのはいいことじゃないですか。そうですけど、身だしなみですから。だからツッコミ合ってたでしょ、はい、今。はい、ということでちょっとお時間の方が来ちゃいまして皆さん、はい、すいません、でちょっとこの後ピースターを投げていただくということでね、はい、あのサイン入りのピースターをね、あの投げていただくということでね、はい、3つぐらいありますんでね。あ今スタッフの方からねアドバイス来ましたよ。なるべく遠くに投げて、遠くに投げてください。これ近く危ないですよ。遠くの可能性ありますよ。はい、いいですね、はい、投げてください。はい、あはい、あはい、ありがとうございます。優しい、ああいいですね。あなんか5000円みたいなもらえませんでした今。紙ですか。はい、はい、ということでね、小野選手ね、はい、2回やっていただきましたけども、はい、この後あのあちらの方でちょっと少しね、はい、ファンの方と写真撮ったりしていただけるみたいなんで、はい、あのなんかあのそういうのある方はあちらの方へお集まりください、はいはい、ということで、まあ、やってみてどうでしたか今日は。いやあのこんなにたくさん集まっていただいてありがとうございました。楽しかったです。はい、はい、この後は、ヤングダービーの方に出場しますんでね、頑張ってくださいね。ぜひ皆さん応援してください、はい、ということで小野聖奈選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ後の方で。